はい、どうも、ビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回ですね、また加工ということで、やっていきます。で、第1回加工講座、やりましたブリーチバイパスで、第2回、加工講座はエアリーフォト、どちらも風ということで、ブリーチバイパス風、エアリーフォト風ということでやってきました。で、第3回の、今回ですね、HDR 風加工ですね、やっていきたいと思います。で、その HDR という、言葉なんですが、結構目にすることもあるかもしれないですけれども、ハイダイナミックレンジということで、まあ、結構カメラの機能としてもハイダイナミックレンジモードみたいな、HDR モードついてるものが、まあ、最近のカメラだったら結構あるかもしれないんですが、まあ僕の解釈で、言うと、間違ってるところあるかもしれないんですけど、まあ明るいところと、暗いところの明るさを、まあ、均等に保って撮るという、手法というか、まあ技法、かと、思っておりますので、これは、まあ、本当のことというか、カメラの説明に書いてたんですが、 HDR モードで撮影する、っていうものはですね、大体まあ写真を2枚とか、撮るんですよね。で、2枚のうちですね、1枚は一番明るいところに、露出を合わせて撮って、で、もう1枚は一番暗いところに露出を合わせて撮るっていうことで、2枚の写真を合成してですね、まあ均等な明るさっていうので、写真を作り出すという、機能だということで、書いておりましたんで、まあちょっと違和感のある写真にはなっちゃうんですよね。で、あの2枚撮りますんで、まあどうしてもタイムラグが出て、動いてるものであったらちょっとずれて映ったりとか、っていうことも出てきます。ので、まあちょっと実用性があるかどうかっていうと厳しい部分も出てくるかと思いますんで、まあ今回は1枚の写真を加工して、なんとか HDR っぽい感じにしていきたいなと、思っております。で、今回使っているアプリ、今もアプリ開いた状態で、題材はこれジンジャーですね、なんですけれども、このアプリはインスタフラッシュプロという、アプリでございます。インスタフラッシュというアプリ、これが多分無料版ですかね。機能制限がある無料版。で、そちらをアドオンの購入で完全版にすることもできますし、ストア内で、インスタフラッシュプロっていうことで別で有料版アプリとしても存在しますんで、まあどちらでも同じ効果は、得られるかと思いますんで、まあもしよかったら使ったことない方は使ってみてはいかがかなというところで、割とまあ僕個人としてもお気に入りアプリです。ただですね、これ結構前からのバグだと思うんですが、カメラロールに保存するっていうのができないんですよね。できる時とできない時があって、まあなんか僕の使い方が間違ってることはないと思うんですけど、なぜかできないことがあるんですよね。なので、これを使った時はいちいち別のアプリに、送信して、オープンインで、他のアプリで開いて保存するっていうような作業が一手間かかりますんで、それがちょっと難点なんですけれども。まあどうしてもこれ使いたいなっていう時もあったりしますので、使ってますね、今でも。で、この写真ですね、HDR 加工していきますが、まず、一つ目のポイントとしてはですね、明るさを均等に保つっていう、ことがポイントになってきますんで、まずシャドウ上げます。で、めっちゃ明るくなりました。で、ここでハイライトを下げます。これで、まあ均等ではちょっと明るいですけど、一応まあ均等になったということに、します。で、その次に、もうちょっとなんかこうメリハリの効いた感じにしたいんでコントラスト上げます。はい、これでだいぶなんかバリバリした感じになりましたね。で、次にサイドを上げます。はい、上がりましたね。で、最後全体的な明るさの調整をします。
ということで、以上です。すごい簡単でしょ。まあ正直色のムラとかそういうのがどうしてもやっぱり出ちゃうんで、そういうところを追求されるともうごめんなさいとしか言いようがないんですけど、まあこういう、加工の方法もあるっていうことで、まあもし興味のある方は試してみてはいかがかなということで、なんとなくなんか絵っぽい感じに、見えるかなと、塗り絵というか、見えるかなと思います。なんかこういう HDR にも何種類かパターンがあるみたいで、まあもうちょっと自然な分もあるとは思うんですけど、まあ僕の中での HDR 風、ビタズファクトリー流の HDR 風というとこういう感じになるということで、もしよかったら使ってみてください。元写真ですね。元写真はこんな感じです。全然違うでしょ、イメージ。まあポイントとしては、暗かった部分が、まあシャドウを上げてますんで、暗かった部分が持ち上がって、で、サイドも上げてますので、全体的にこう、なんかインパクトのある感じに、仕上がってるかと思います。というわけで、今回写真加工講座でございました。第3回ですね。で、最後に、比較画像は載せてみますんで、もし、こんなに変わるんや、とか、っていうこと、ね、思っていただけた方、いらっしゃったら、ぜひ真似してみてはいかがでしょうか。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。